続いてのタイトルは FIFA16 2on2 で行われた大会の決勝を見ていこう。決勝戦の対戦カードはチームマチャ VS チームマイキー。さあ決勝戦ということで、ここからは実況解説ヘンリーさん、竹原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回レギュレーションはどうなってるんでしょうか。試合時間は6分ハーフ、はい、6分ハーフで、延長が V ゴール式そして PK 戦ありの完全決着と。なるほど、引き分けがないと。はい、そうですね。このはい、ということで準備ができましたかね。さあどうでしょう。良さそうですね。OK のようなので、はい、行きましょう。 FIFA16 決勝戦前半キックオフとなります。はい、ね、ああさあ、フランスを使うのが、マイキー選手、プラス選手、はい、そしてドイツ側を使うのがマチャ選手、トシア選手ということで、うん、まずはこれはフランス、はい、ボールキープしてますね。右サイドからセンター、真ん中中盤戻して、はい、もっと一旦つけようとしたところパスミスになる。ここを一旦バックパスで戻してから組み立てていこうというところ、ロングボール蹴り出しますが、これはおっと、しかしセカンドボールしっかり拾い直しました。そしてそのままさあパスが通って、ここはワンワンですが、ディフェンスしっかり守っていく、うん、そのまま繋いで守備がうまいってね、はい、言ってましたし、さあ一旦戻すということでゴールキーパーからさあパスを出して、はい、さあちょっと狭いですがセンター戻して、もう一度バックライン落ち着いてるな、うん、さあドイツ側右サイド奥側ですね、画面奥側から攻めようというところ。この辺までは、これはどうでしょう。さあ竹原さん、ここまで、ドイツとしてはセンターから攻めたいみたいなところが見えるんですけど、どうでしょう。そうですね、ドイツ、自体がすごい、全員ボールを持てる、はい、やっぱテクニックのある選手が多いっていうところもあるので、はい、やっぱりこのパスをつないで崩していきたい、なるほど、真ん中から崩していきたいっていうところがあると思います、はい、ただその、フランスもすごいディフェンス能力が高くて、特に全員スピードがあってパワーがあるっていう、すごいフィジカルに長けたところがあるので、はいはいはい、そう簡単にはやらせてくれないんじゃないかなっていう部分がありますね。はい、ベンゼマ、さあいいパスが、スルーパスが通って、さあゴールキーパーワンオンワンか、ディフェンスが体を寄せる、さあマイナスのクロスを上げずに自分で持ち込む、さあしかし人数をかけて、いやこれクリアがキーパーが取る。さあドイヤーが抑えてパントキックから大きく右サイド蹴り出して、これをキープできればカウンターの形になりそうだ。さあサイド右サイドへぐっていく、しかしここはディフェンスカットしてからフランスボール。やっぱうまいですね。やっぱりその1対1のディフェンスっていうのが今回特に大事になってくるので、どうしてもサイドで裏を取られるシーンであったりっていう場面でしっかり追いついてボールを奪い取るっていう、そこがまずやっぱりできていないともディフェンスがどうしても崩壊してしまうので、やっぱりその1対1との違いとして、そのチームメイトが動けるっていうところがあるので、なるほど、やっぱりもう本当にちょっとほころびが出ると思います。いいボール取りました。さあディフェンスが一枚残ってる、しっかりシュートコース体を塞いでいた。前半はフランスが攻め込むシーンが多く見られたものの、ドイツの守りを崩せずスコアレスで折り返す。さあここは前半終了、スコアレスで折り返します。うん、フォーメーションをいじるということも考えられますが、それどうでしょう。すぐ OK を押したのはこれはフランス、マイキー選手そしてプラス選手はこのまま OK。 そうですね、後半のホイッスル、ドイツボールのキックオフ。おっといきなり奪った、危険な位置です。緊張感が、しかししっかりディフェンス、スライディングで止めます。プレッシャーすごいですね。でも2人3人かけてますもんね、中盤のディフェンス。さあ右サイドに振るかどうだ、浮き球はカット、アレクサンドル・ラカゼット、さあ逆サイド振っていきますが、いいところでインターセプト。さあこのままドリブルスタート、しかしこのパスは通らない、通っていればというところでしたね。そうです、今でもまた、裏へ抜けるっていうその動きをもう先にもディフェンダーが読んで、そこのコースを切りに行くっていう、危ないところでしたけども、やっぱり特にもうフランスが前から来てるっていうところで、ドイツとしてはできる限り早く縦に運びたいのかなと思いますね。さあ危ないところをしっかり抑えた、いやこれをキャッチするのがノイアーですね。やっぱ他のキーパーだとどうしてもパンチングで弾いてしまって、こぼれ球を狙われるといった場面が出てきてしまうんですけど、さあここ抑えている、さあペナルティーで入ってシュート、しかしここはゴールキーパーファインセーブ。
そしてコーナーキックです。さあ先ほどドイツの選手は高さがあまりないというところですが、はい、しセカンドボール拾ってこぼれ球打っていくがゴールキーパー抑えました。なんか今みたいにまたあの中に入っていく動きができていくと、はい、とても有効なんじゃないかなと。あ、やっぱりサイドでまあやってるだけだとどうしても狭くなってきてしまうので、なんか切り込んでいきたい、切り込んで中に攻撃していきたいですね。なるほど。クリストフ・クラマー、ここは2人に挟まれてボールを奪われます。危険な位置、前に預けますか。ディフェンス、しかしセカンドボール拾われて大きくロングボール、ここはダイレクトに打ちました。さあ今ダイレクトに打ったっていうところはどういったところでトラップできるようにも見えたんですが、トラップもまあできるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりそのディフェンダーが追ってくる。おっと、これはトラップミスになる。これは切り返して打って、この距離のシュートが止められなかった。これで1対0フランス。マイキープラスのチームが今のはちょっとまあディフェンダーが空振りしてしまったっていうのがもう全てになってしまいますね。あそこで取られちゃうとどうしてもやっぱずっとプレッシャーかけてたから、やっとそれがいきましたね。そうですね、本当にもうこれまでずっともう前から前からフランスが来ていたので、やっぱり余裕がなくなってしまったっていう部分がまあこの得点を生んだんじゃないかなと思います。何としても追いつきたいチームマチャだったが、決定的なシーンを作れないまま試合は後半アディショナルタイムへ。強めに出したパスがフランス側に渡る。小さくつないで、さあ真ん中、これはあれスレパス、オフサイドは入った入った。しかしこれはどうだ。オフサイドです。いやオフサイド、オフサイド。いや今のもちょっとパスのタイミングが遅かったって、やっぱそのわずかな差でまあオフになってしまったっていうところですね。うわー惜しい。今のもやっぱりそのまあ裏に抜けるプレイヤーっていうのも自分がまあプレイヤーが操作する選手なので、まあここでいけると思って走るタイミングとまあパスを出す側が出すっていうタイミングがずれてしまうとまあオフサイドになってしまいますね。あーなるほど。そういうところもちょっと違ったりするんですね、やっぱり。ここで交代となります。さあここで選手交代。さあフランスはかなりメンバーを交代枠を使ってキーパーまで。そしてここでタイムアップ。はい、ということで、決勝戦勝利しましたのはマイキープラスとなりました。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは表彰式を始めたいと思います。はい、FIFA16 優勝はチームマイキーです。おめでとうございます。チームマイキーには日本エイサーよりモニターとプレデタージャケットが贈呈されました。ありがとうございました。